こんにちは、金色玉三郎です。ペコリ、今日はマイクラやっていきたいと思います。で、前回ね、このゾンビスポナーっていうやつだね、ゾンビが湧いてくるやつ、これをね、封じたところで終わってました。でね、コメントで結構いただいたんですけど、これなんかゾンビトラップみたいなやつに役立つみたいで、なんかゾンビをこう無限にバンバンいっぱい出して、それを簡単に倒せるようにして、で、なんかそこから経験値とかもらって、なんかいろんなのにね、使えたりするみたいなんですよ。まあ、もうちょっとなんかいろいろ環境が整ったらそういうのもやっていきたいなと思います。これなんか良かったみたいですね。当たりだったみたい。で、今日はですね、まあ、これもね、前回コメントでいただいたんですけど、実はね、僕猫を仲間にするために、お魚さんが必要だから、そのためにはバケツが必要だっていう話をしてたと思うんですけど、実はあれなんだよね、そのバケツがなくても、お魚釣り、魚釣りで普通にゲットできるんだって。お魚さんが釣り竿があればゲットできるんだって。で、それって木の棒と糸があればできるから、今日はね、釣り竿を作ってお魚さんを釣っていきたいと思います。はい、ということで本日もよろしくお願いします。まずはね、家に帰りたいと思います。はい、で、木の釣り竿が、どこだ、釣り竿、あれ作れるの、あ、そうだね、釣り竿がほら棒3本と糸2本でゲットできるんで、これをまあとりあえず、まあ2つ作っとくか、2つ作ってと。 OK。 でね、この炭治郎で砂を焼くとガラスができるっていうのもね、前回コメントいただいたんだよね。あ、ほら焼けるようになってる。これでガラスができるみたいなんだよ。だから今回これガラスも作って家につけようかな。窓ない感じになってるからね、今ね。これで窓が、あ、ほら、できた、できるようになってるんで、これ焼いときましょう。 OK、 じゃあ準備満タンなので行きたいと思います。よろしくお願いします。お魚釣りね。で、海が、え、そこら辺にあったよね、海確か。あ、そうだね、ここ海あるんで、ここで釣りましょう。いやーん、これで、釣り竿をどうやるんだろうな。普通にポイッと投げて、ん、はい。で、あとはどうやるかだよね。で、あ、魚いるよね、そこに。なんか水しぶきが出るみたいなのを見たんだけどね、サイトで。まあちょっと待っとこっか、一旦。動いたりした方がいいのかな、本物の釣りみたいに。あ、やべ、間違えて落としちゃった。オッケー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 。じゃあちょっと待ちたいと思います。水しぶきが出たら引き上げるのかな。え、そこ取れた、取れた、タラだ。オッケーオッケー、これでいいんだ。来てる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 。まあ、ちょっと難しいな。難しいっていうか、あれだな、操作が間違ってるな。熱盛と、熱盛の感じでボタンを間違えて押しちゃう。 A ボタン押しちゃう。水しぶきがバーってくるんだね。それをやれば、あの魚とか関係ないんでね、泳いでる魚は。なんかすげえ魚泳いでるけど、それ関係なくて、水しぶきがバーってくるから、そのタイミングで引き上げればいいと。オッケー、フグが釣れたっぽいの、フグ。で、これなんか武器とかも釣れるみたいだよ、武器とかも。まあ、しばらくパンパンになるまで釣ってみるわ。今ね、鮭とタラとフグが釣れてます。こいつ何？仲間になります？なんか、人懐っこそうだけど。ほら。なんか別に攻撃もしてこなさそうだね。仲良くなれるんですか、君は。え、全然何もしてこないじゃん。なんだあいつ、仲間か。あ、てかあれ、狼じゃね、狼。狼ってどうやって仲間になるんだろう。あっちにいるね、対岸にね。明らかに狼がいるね。仲間にしたいけどな。あ、で、調べたんだけどね、狼はね、骨、なんかスケルトンって弓矢打ってくるなんか敵がいるんですけど、そいつ倒したらゲットできる骨を、あげたら仲間になるんだって。ワンちゃんみたいなもんだね。
え、多分そんなにね、僕敵と戦ってないんで、あんまり多分持ってなくて、ちょっと無理そうです。捕獲不可能そう。これタイミングむずいね。もっと早くないといけないんだ。すぐ降りた瞬間？これぐらいのタイミング。降り切ったらダメみたいですね。これぐらいのタイミング。あ、来た来た。おーい。やっほー。元気かーい。なんかすごいな。なんなんだろう、この子ね。よくわかんない。敵だと思ったら全然敵っぽくないし。なんかただ、徘徊してるだけだね。で、割と釣ったって言ってもそんなことないか。まあ、タラ8匹と、フグ4匹と、鮭6匹。あとなんか一回糸が釣れただけで。あとは武器とか何も釣れないね。普通に。お魚さんが釣れただけです。まあでも、いいんじゃないでしょうか。結構大変だね。魚ね。魚って繁殖とかできないのかな？割と大変、釣り。まあ、大変というか、暇。めちゃめちゃ暇。なんか、配信の作業枠とかでやるのはありかもしんないね。ただひたすら釣りするみたいなね。とりあえず戻りまーす。わ、すげえ、ガラスが全部できてる。58個できてる。で、かまど炭治郎から取って、まあ、石炭でいっか、一旦。石炭入れて、で、お魚さん行けばいいんだね。生鮭。これでできると思うんで、まあ、しばらく待ちたいと思います。その間にもう魚釣っとこうか。ね。あ、で、これね、調理した鮭ができました。じゃあ、また次、タラを焼きながら、またお魚釣りしたいと思います。今ね、多分初めてこれだね、腐った肉釣れました。これなんかいいのかな、腐った肉。いいアイテムなのかな。ゾンビとか倒した時にもらえるのかな、腐った肉って。なんか使えるんですかね。オッケー。じゃあまた、あ、焼いたタラできたんで、これフグも焼けんのかな、フグ。あ、フグも焼けてるかこれ。フグなんか焼けてない感じしたよね。進まなかったね。まあいいや、じゃあとりあえずこいつ焼いとくわ。で、その間にまた釣ってくるわ。いや、もういいか。もういいか、十分だね。フグは焼けないっぽい。フグ何に使えるんだろうな。まあいいや、フグは、一旦ここにしまっとこう。で、とりあえずこれだけできたんで、もう大丈夫でしょ。え、何これ？熱帯魚釣れてるじゃん。やった。ニモかな？ニモみたいなもんだよね。隠れクマノミ。熱帯魚、実は釣れてました。ありがとうございます。ほんじゃあ、とりあえずこれ2つゲットしたんで、この、タラと鮭。これでちょっと猫ちゃん仲間にしてみよっか。行ってみるわ。村のところにいたはずなんで、村のところまで行きたいと思います。一番近い村まで行きます。いたいたいた。で、これで、これ持ってるんですけど、どうでしょうか。これで近づいたらいい？ダメだけど。え？おーい。ひたすら逃げてるけど。あ、これ、あれじゃない？これで叩くんじゃない？待って。これで、攻撃するんじゃない？違う？攻撃できないね。これで攻撃するんじゃない？違う？おりゃおりゃおりゃって。違いますね。調べます。調べました。なんとですね、生魚じゃないとダメみたいです。間違えた、普通に。人間に食べる場合は、あれだ、焼かないといけないってだけで。生魚じゃないとダメみたい。これ、あれから、知ってる人から見たら何やってんだってなってたんだろうな。大変失礼いたしました。生魚じゃないとダメみたい。大やらかしたよ。めちゃめちゃ生魚失っちゃった。まあ、これは別に餌として自分が食べればいいんで。
いいんだけど、これ普通に食べれるよね、こうやって。そう、これで食べればいいんであれだけど、大失敗ですね。生魚じゃないとダメだったみたいです。ということで生魚取ります。いやー、生鮭が2体という悲惨な状態ですね。ちょっとまあこれで一旦行ってみるか。1匹で仲間になるのかな。そんな簡単かな、鮭1匹だけで仲間になるみたいな。簡単なやつかな。猫ってそんな簡単な生き物じゃない気もしてるんだよな。いやー、これやっちゃったな。ちゃんと調べればよかったな。なんとなく焼けるんだって、魚は焼けるんだっていう知識だけ変に持っちゃってたせいでこうなってしまいました。中途半端な知識のせいで。あ、これでほら、いける？めちゃくちゃ逃げてるけど。これで どうするんだろう。おーい、猫ちゃん、ちょっと待って、これ調べるわ。おーい、どうすればいいんだーい。あー、ごめん。あ、手なずけるって出たよね今な。すげえ、もう別の村まで来ちゃってるけど。手なずけるって出てるんだよ。 ZL だよね。あ、なくなっちゃった。あ、2匹じゃやっぱ足り、2個じゃ足りないんだよね。あ、でも分かった、 ZL で使うってことなんだ。オッケー。じゃあいいや、ちょ、猫はいいや、ちょっと疲れたわもう。うん、疲れました。じゃあ猫飽きたんで、こっちにね、なんか洞窟あったんですよ、テラコッタの。そこに行くわ、ちょっと待って。うん、そこに行きたいと思います。うわ、すげえ、雨降ってきた。なんかあるのかな、雨。雨の日って。あれだったら、あつ森だったらシーラカンスが釣れるとこあるけど、初めての雨な気がする。すごい青い雨だ。まあいっぱい猫いるね。いいね、早く仲間にしたいな。まあでもちょっと疲れたからね、ガチでちゃんと調べてきゃよかったわ。生魚 だけだよって。でなんかこっちの方にね、洞窟あったよね、テラコッタの。あ、ここじゃない、ここ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 ですよ。ほら、すごい洞窟あって、途中で確か行くのやめたんだよね。だから今日はここでちょっと行ってみたいと思います。右側につけていく感じにするか。やべ、めっちゃ怖いな普通に。いや結構続いてるぞこれ。いや待って、これ念願の鉄じゃないですか。やったー。え、これ鉄だよね、鉄だー。やりました皆さん、ついに鉄です、鉄です、やったー。ここはちょっと期待大だぞ、かなり。ちょっと銅とかもまあ掘っていくわ、とりあえず。いや、ここかなり熱いんじゃない？どうやって進んでこう。マジで広そうだけど。まあ、とりあえず、右側からだから、こっちから行こっか。こっちからつけていこう、こうやって。右側につけていく。松明をね。あ、松明をね。で、こう掘ってこう、掘ってこう。いやーちょっと怖いな、普通に。ちょっともうちょっと先までくっつけといてか、いった方が。え？なんか今紫色に。何あいつ、なんか紫色のモンスターいるんだけど、怖っ。ちょっと待って、ガチで怖いぞ、これ。ここ。普通にやばいぞ。なんかここに一気に死んじゃうのが怖いよね。なんか道具とか置いていった方がいいのかな。
良さげなものとか、まあでもそんなに別にめちゃくちゃいいもん持っとってるわけじゃないからいっか。なんかこう失うのが怖いんだけど、取れば取るほど失った時の代償がでかいよね。いや怖えな。でも銅とかもいっぱいあるからね、ここ。いやー広いなー。やぶねー、ちょっと待って、心臓止まりそうだわガチで。いやガチ怖いなー。いやちょっと敵めちゃくちゃいるじゃん。やばい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 、ちょっとやばい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 。一旦冷静、一旦冷静。ちょ、あいつがやばい、あいつがやばい、あいつがやばいな。やばいって、どこ終わったんじゃない、もうガチでやばいって。ちょダメだマジか。ちょ初めてのピンチなんじゃないこれ。今まではちょっと近かったからさ、いやちょ舐めてたわ、普通に普通に舐めてたわ。ちょ敵の倒し方とかあんま正直よく分かってないもんな。いやこれやばいっす、ガチで。え、これ時間経過でなくなっちゃうんだっけ。ちょ、ガチやばい、ガチやばい、ガチやばい。急ぎ、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 急ぎ。本当にやばい、本当にやばい。ちょ、いろいろ、あれだもんね。松崎とかいっぱい作ったし、ちょ、もろもろめんどくさいよね。あれ失っちゃうの。敵とかもう消えてくれてるかな。いろいろあ、まあ、そんな大した、レアなものはないけど、あれをもう一回作ったりするの。めんどくさいよね。そんなに今材料とかもいっぱい持ってるわけじゃないんで。あそこだな。ああ大丈夫そうだね。あーちょっと視点変えとこう。いや大丈夫そうです。ガチで怖いわ。もうそんなやばいもんはもともと持ってないんで大丈夫だと思うんだけど、一旦整理しようか。 OK です、とりあえず OK です。いやーただちょきついな。まあでもこうやって勉強していくっていうことなんだろうな多分。でもここいきなり広いからちょっとしんどいよね。さすがに僕のあれじゃしんどい気がするんだよな。こんなに広いとなんか湧き潰しというかね、それもちょっとできないから一旦ちょっとやめようかな。別のとこ行っていいですか。湧き潰せないよこんなこのレベル一気にね。いて、これは苔だよね。これ苔なんで。よしとして。いや、ほら、めっちゃ無限に繋がっていってんだよね。まあ、とりあえず、ここら辺を湧き潰すか。あ、まだなんかあるな。うん、まずはもう、ちゃんと、帰り道を湧き潰そう。ちょ、待って、来てるわ。まあでもこういうゾンビ一体だったら全然大丈夫でしょ。怖っ。ガチ怖い。いやー怖いわ。普通にずっと。もうやだもん。生きてたいもん。怖い。どうして体験しないといけないの？こんな怖いところを。でもあれだもんな、なんかいろいろゲットしようと思ったら探検しないといけないんだよね。じゃあここ行ってみていい？狭い方の方が逆に行きやすいと思うんだけど。ちょ待って、これめちゃめちゃ広がってんな。結局いて、あ、これ鉄だね。鉄ある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 。
鉄回収しよう。オッケー、まあこの辺りはオッケーかな、一旦オッケー。先行ってみるか。繋がってんのかな、ここ。終わってるっぽいね。ストップです。こっちにはあれだね、ここでストップしてんだね。じゃあね、はい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 、こっちはここで終わりっぽい。やっぱりあっちなんだな。どうしよっかな。こっちがやっぱちょむずすぎるよな、突破が。だってもう無限に広がってんだもん、ほら、広すぎるんだよな。だ敵がさ、来ちゃうじゃん、ほら。めちゃめちゃ広いよ、ガチで。ほら。痛い。ほら、この広さよ。とりあえず置いて、逃げよう。逃げます。めっちゃいるもん、敵。無理だよ、僕には、まだ。ついてきてる？あ、追いかけてきてんな。逃げよう。ここに実は鉄ありました。やったー。ラッキー。いや、大変だね。なんか、いい探索の仕方とかありますか？ああいうシーン。ああいうシーンどうやって探索すんの？みんななら。教えてください。探索できる人。僕にはもうさっぱりわかりません。あれをどう処理していいか。OK でーす。じゃあまあいいかな。帰ろう。帰りまーす。あ、でも鉄のツルハシが作れるんじゃない？ね。じゃあ一旦帰宅します。はい、これ鉄焼くのかな？一旦。ポンって入れてみたんだけど、これで合ってっかな？なんかできる？あ、これで鉄ができたっぽいよね。何これ？鉄の延べ棒。これでいいのかな？一旦これにしとくわ。オッケー。この鉄の延べ棒を何に使うんだろう？あ、鉄のシャベルとか、あ、できるようになってるね。これで、鉄のツルハシがゲットできるようになるんだ。OK。で、これで金がゲットできるんだよね、多分ね。そういうことだよね。これで鉄のツルハシゲットしたんで、金ゲットしに行くか、まあ、金がでもどこにあるかちょっと忘れちゃったんで、まあ、いっか。まあ、これで金が多分取れるようになったんだと思います。もうなんか羊がこうめっちゃ草食べてるな。ダメだよ、こんな家の前荒らしちゃ。オッケー、じゃあ、お魚釣りするか。あ、こんな家の裏でも釣れるんだね。ここで釣ろうじゃ。お家の裏で。じゃあまあちょっとさすがにね、猫をこのまま仲間にしないっていうのはちょっとあれなんで、ここで釣りたいと思います。釣るというかね、今日は猫を仲間にして終わりにしようかな。待って、あの左に映ってる魚でかすぎない？今左に見えてる？サイズやばいんだけど。怖っ。サイズに違うんだね、いろいろね。え、ちょ待って、今なんか取れたんだけど、これ何？弓パワー、ちょ数字読めないけど強い。これもうボロボロだけど。で、あともう一個なんか取れたんだよね。これ、トリップワイヤーフック。なんだろう、これ。なんか鍵みたいな。これレアなのかな。他はね、普通、あ、お椀とか釣れたけど、まあ、お椀は多分そんなレアじゃないよね。あとは普通ですね。まあ、引き続き釣っていきたいと思います。OK、これラストにするわ。これラストにします。まあ、そんなに釣れてないと思うけどね。魚はね。割とで、ただ時間かかるんで。まあ一匹猫ちゃん仲間にできればいいかなっていう感じなんで、
これでラストにしたいと思います。結構大変だね。お魚さんってなんかいい方法ないのかな。バケツの方が早いのかな。どうなんだろう。オッケー、ラストに終わりましたと。じゃあ戻っていろいろ道具整理していきたいと思います。あ、でそうだ、なんかさっき釣れたね。あ、これ釣れました。水の瓶だって。これなんだろうね。これ釣れました。じゃあ戻って整理したいと思います。あ、鉄の装備とかも作れるんだね。ハサミ、いろいろあるね。ハサミ、鉄の防具も作れるみたいです。あ、バケツあるじゃん。バケツもついに作れるんだね。鉄の塊、これなんだろう、何に使うんだろう。うわ、レールってこれなんかよく見るわ。トロッコ、そう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 。こういう鉄ってやっぱ重要なんだね。一気になんか作れるあれが増えた気がするぞ。大釜とかをちょっと分かんないけど。すごい。じゃあ猫仲間にしに行きたいと思います。来ました来ました、ついにこの時が来ました。手名付けと、これであれかな、ボコボコ殴っていくっていうことな。あ、違う、ごめんごめんごめん、違う違う、どうすればいいんだ。ガチごめんガチごめん、殴っちゃダメだね。これを与えたいんですよ。あ、こうだ。あ、やったー。で、はいはいはい、これでどうなるの、ついてくるの。なに、びっくりした。あ、ついてきてるついてきてる。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう一人、これは君は猫じゃないね。はーんって言ってるわ。猫じゃないよって言ってるわ。オッケー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 。あ、じゃああの子も仲間にしよう。はいはい、やっとわかりました、やり方が。これでほら、これでオッケー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 。これでこう立たせて、あ、でこれでついてくるんだ。オッケーオッケー。もう一匹ぐらいいない？あ、いた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 。はい、はい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 。オッケー。うわー、3匹。こうやって村人も連れてこれたらいいのにね。ほら、サザエさんみたいになる？あれ？いける？オッケーオッケー。お魚くわえた、あ、違うな、サザエさんの歌ってどんなんだったっけ。あ、サザエさんサザエさんサザエさんは愉快だな。オッケーオッケーオッケー。はい、もう一匹はタカス、タカシじゃない、誰だったっけ。オッケーオッケー、来て来て来て来た。オッケー。じゃあこれでもうオッケーなの。うわあ、パラダイスだ。いやーい、イエーイ。あ、餌を離したらあれなんだ。餌を持ったら近づいてくるってこと？なんかちょっとドライだね。餌を持ったら近づいてくると。ほら、にゃおんにゃおんって言って、まあ餌が大事ってことだね。餌に群がってるんだ、僕に懐いてるんじゃなくて。まあいいや、それでも。ほら、可愛いでしょ。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。次回どうしよっかな。まああの洞窟の体験ちょっと引き続きやりたいよね。他なんかこれやった方がいいよとか、これできんじゃないとかあったらぜひ教えてください。まあでも鉄とかをちょっともうちょっとゲットして、なんか装備とか増やしていくとか、そういうのでもいいのかな。なんかね、これやったらいいんじゃないみたいなあったらぜひ教えてください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。